ワボイス史上3本の指に入るびっくり。ワボイスオフさん、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ご飯を食べにやってまいりました。はい、ゆうしくん、そうです。で、昼が何食べたんだっけ。チョゲ食い。チョゲ食いね。はい、焼きを食べました。だから海鮮第2弾ということで、はい、ああセンターに来ました。ということですよね、はい、あれですか、あの直に宿炭ですか、それとも魚見なきゃいけないですか。あ、もう全部準備してもらってみたい。あ、そうなんですか。じゃあ早速行きましょう。はい、何の刺身かね。あ、魚が出てるよ。魚が、え、逃げてる逃げてる。大体通常はここで選んで買っていくんですけど、今日はあの準備されてるということで。いや、これにちょっと匂いもいいし、すごい人だよ。カービィがすごいね。そのまま出てきた。一人一個ですよ。そうですよ。日本ではね、貴重品がこぼれた。あって、すんげーコリコリな。だけどうまい。美味しいですか。うんうん、いいです、いいです。これ昼にもアワビを食べたんですよ。これは食べれなかったから。これこれよ。これピザと全然違います。めっちゃ美味しい。美味しい、めちゃめちゃコリ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 、音が伝わればいいよ。サザエ、これ韓国語で何て言うんだろう。サザエ調べます。これアワビに似てますけど、こんな感じ。ソラ、あ、ソラ、ソラ、うん、あ、アワビよりももうちょっと歯ごたえあり、コリコリだけど海の味がするよ。アワビです。こちらがヒラメで、こちらがブリです。でブリで、でカイワレで醤油つけて、うん、おいしい。海苔がいい。大ブリは油が多いから、ブリと一緒に食べたら甘い。めっちゃ日本語がうまい。めっちゃ日本語うまい。若干あれだね、これ親父の指噛んだ。こうやって野菜を出して、これ海苔ポイントですよ。海苔がこれ騙されたと思って食べてみたらいいかもしれない。地面にね、この刺身はいいんです。やっぱ夜だった。
感じてる。これ乗せてみますね。サンジャンにニンニクと唐辛子が入ったソースで。これ海苔がやっぱりめっちゃ最高です。これはサンチュにキムチをのっけて。感じるってことは韓国に染まってきたかな。これめっちゃ美味しい。美味しい。美味しいしか言わないじゃん。だってそれ以外の言葉がちょっと見つからない。あのここのお店は36番ですけど、渡辺屋です。36番の渡辺屋。なんかあのご主人から渡部ですって言われたら嫌だね。小島だよ。それじゃないよ。ちょい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 見えない四角からボケてくるのがちょっとね、小ネタ挟んでくる、うん、ちょっと違反な食べ方。うわー贅沢。最初贅沢すぎてファン減りますよ。ファンいないからいいの。妹やっぱ階段はみ当たったよ。農家の声通るね。めっちゃ通りますよ、うん、めっちゃ通る。えこれうめー。これめっちゃ
でなんか何かのパクリそんなにやめとく。ステップワゴンじゃない、やった。スピードワゴン、スピードワゴン。甘い。その聞きますけど、このタンびっくり、めっちゃ染みます。すげえうまい。何これ。あ、染みる。この鳥肌、ほら鳥肌、鳥肌です。なんでも鳥肌立つの。体全体に染み渡ってる。おいしい、これ。これでびっくり。和おいそ市場3本の指に入る、びっくり。3市場で結構3位以内には1位入る。そうです。そうです、渡部だよ。小島だよ。それのためにお酒を飲むって感じです。だってこれ焼酎の学校でもこれ飲んだらもうゼロ。ゼロ、酔いがゼロになります。ゼロなんだ。以上、ワボイサップさんでした。ごちそうさま、お腹いっぱい。動画を見てくれてどうもありがとう。チャンネル登録、高評価もよろしくね。せーの、